はい、はじめましての方は、はじめまして、私、直樹と申します。今回、実況者を集めましたスカイプ人狼の方をやっていきたいと考えております。で、そうですね、今回集まってくれた方、後で自己紹介してもらうんですけども、私含めて、8名、本当ちょっと直前失礼、ちょっと超えなくなってしまったんで、あれなんですけども、プレイヤーとしては7名、で、私含めて8名で、今回、スカイプ人狼をやっていきたいと考えております。では、皆さんに通話で入りましょう。はい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 、皆さん入りましたね。OK です。はい、入りました。OK です。結構問題なし。問題ないです。はいはい、では、改めまして、今回、5月25日、集まりくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これから、第1回なのか？ちょっと第1回ってつけてなかったんですけど、スカイプ人狼の方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、もうあれですかね、自己紹介に入っちゃっていいですかね。はい、どうぞ。はい。よろしいですか？では、今私の方では見えているんですけども、今回スカイプ人狼の自己紹介としまして、皆さんには、やってもらうんで、自己紹介していただくんですけども、お題を今回提示させていただきました。今回人狼、まあ村なんですけども、その村に、何か一つものを持っていくとしたら、あなたは何を持っていきますかっていうものです。で、さらにちょっと条件を加えさせていただきまして、自分の名前の初めの文字から始まるものを限定と、まあ、何言ってるのかよく分かりにくいかと思うんですけども、例えば私のちょっと自己紹介も兼ねてやらせていただきますが、私は村にナイフを持っていく直樹と申します。まあ、今回ゲームマスターとして直接ゲームには入っていかないんですけども、まあ、皆さんがうまくやれるようにサポートしたいと思っています。よろしくお願いします。このような形で皆さんにやっていただきたいと考えております。で、ニッコさんは今回ちょっと突然来れなくなってしまったので、はい、次の総研さんからよろしくお願いします。総研です。村にはソメイヨシノを持っていく総研です。よろしくお願いします。ダメ？よろしくお願いします。いや、いいけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。桜の品種桜の品種界最強のイケボです。はい、イケボです。自称自称自称大事ですね、自称。大切。はい。では次、あれですね、つべっかいララバイボイサー、ヒロさんです。お願いします。はい。実況をさせていただいてます、ヒロです。今回はこの人狼を呼んでいただいてありがとうございます。村に持っていくとしたら、というのは、まあ、非常用の避難はしごを持っていきたいと思います。人狼から逃げられるわけではないですけど。かける建物があるか。崖っぷちならなんとか。はしご届く？村。村だ、ね。村の仕組みによります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では次、つべかいカオス系低重音ザッキーさん、お願いします。はい、皆さんこんにちは、ザッキーです。村には雑菌をばらまきに行きます、ザッキーです。うわぁ危ない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。次です。つべかいのトリックスターガイデンさんです。あ、はい。ガイデンと申します。はい。 YouTube では、はい、実況や、そうですね、歌ってみたなど、はい、あのアップロードさせていただいてます。はい。で、村に持っていくとしたら、そうですね、ガムを持ってきますね。はい。口の中でね、リフレッシュしたいので、はい。はい、じゃあ今回はよろしくお願いします。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 次、つべっかいナンバーワン癒しボイス お姫様ソライユさんです。はい。ゲーム実況や歌ってみたをやらせていただいているソライユと申します。そうですね、村に、じゃあソーダ水を持っていきます。爽やか。爽やか。爽やかな。爽やかすぎるわ。なんかみんなで飲むのもいいし、あと、まあ、何かあった時のためになんかかけて
泥水かけて、なんか目を。目を目にしみるらしいから。ちょっと辛い。目薬かそれ。何武器として。ベトベトしそう。目くらまし。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次、つべっかいの地母、アムアテラス、オオカミカミ、木更津さんです。はい、皆さんどうもこんにちは。村に貴重品を持っていく木更津です。お初の方、はじめまして。今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。貴重品って死んだらまずいんじゃないの？いや、でも貴重品ないと困るじゃないですか。いや、俺雑菌なんですけども。困らない。普通の回答でいいですかって聞いたらいいですよって言われたんで、じゃあ貴重品かなと思って。そんな漠然としたものが返ってくるとは思ってなかったです。今回は脱出の反対だからね、村に行くから。持ってったら逆に危ないよ。え？狙われる。まあ、これで木更津さんが狙われてもしょうがないですね。貴重品持ってるもんね。貴重品持ってるから。まあ、中身にもよるけど。みんなきっとソライさんのソーダ水欲しさにソライさん狙いますよ。なんと言わ。はい、じゃあ次行きましょう。次、つべかいのミスユージュアル、モコさんです。はい、どうもこんにちは。村にはモコモコの桃引きを持っていくモコです。どうぞよろしくお願いします。あれ？よろしくお願いします。お願いします。ごめん、どう突っ込んでいいかちょっと分かんなかった。桃引きイメージしにくい。まさかそんな。あの、おじいちゃんとかが履いてる、ズボンの下に履く、ダサいやつですね。なるほど。まあ、画像出しときます。桃引きって久々に聞いた。確かに。ジェネレーションギャップだ。ごめん、ここ私から流れがおかしくなっちゃったから。うわぁ、来たら止まっちりだぁ。いや、最初のことよかった。あ、一番最初で。だから私は最後だ。うわぁ、って。あれ、すごい、なんか爆笑を呼ぶんじゃなかったっけ。そうだよ、もこボケるって言ってたじゃない。ボケたよ。全力でボケたけど。ボケの解説がひるって。バナナが落ちてたんだよ、そこには。あ、ダメだ、また滑ってる。では、始めましょうか。で、今回、まあ、詳しい、人狼のルールに関しましては、皆さんの方に丸投げという形でいいですよね、今回は。はい、大丈夫です。はい、皆さん、個人個人で対応していただきたいと思います。私も後で別のところで、説明動画を上げさせてもらおうと思っていますけれども、まあ、そういうふうな形で、皆さん個人個人で一応ルール説明とかしているので、まあ、今回その上で、ゲームの方の内容を、やっていきたいと思います。